長山久夫は、料理研究家、日本の食文化史研究家。1934年福島県生まれ、福島市販学校中退。1959年福島県に米食文化研究所。1962年東京都練馬区に食文化研究所。1998年に総合長寿食研究所を設立し所長に就任。 西部分理大学客員教授。古代から明治時代までの食事を復元し、各時代の食の特徴を研究。長寿食や健能食の研究者でもあり、長寿者の食生活を長年にわたり、調査、日常の食事と寿命について、多角的な面から研究、講演活動を行っており、独自に研究した長寿の秘訣について、テレビ番組などで提唱している。 また、NHK で放送された、教養番組、歴史への招待では、食に関するテーマを扱った会には、コメンテーターとして出演し、自ら調理、再現したメニューを持参して、司会の鈴木健二と対談した。公演、テレビに出演時は、イラスト等を活用して解説するのが特徴である。かつては、漫画家を目指していた。本人のホームページ、 長寿王国プロフィールでは1934年生となっているが、読売年間2016年版 P269 では1932年5月23日生まれとされている。読売年間2016年版 P269、長山久夫講師紹介、西部分離大学平成21年度、農林水産省日本食育推進事業、 大人の食育学習会地域食材と江戸の食文化画像参照。ありがとうございます。